リッカルド・ザンドナーイは、イタリアオペラの作曲家。ダンテの、地獄編を自由に翻案したオペラ、フランチェスカ・ダリミニによって名高い。1883年、オーストリア・ハンガリー帝国領であったロベレートで生まれた。1894年にロベレートの音楽高等学校に入学したが中退した。1898年から1901年まで、 ペーザロの音楽高等学校でピエトロ・マスカーニに作曲を指示した。卒業後はオーケストラや歌劇場のバイオリン及びビオラ奏者として働いた。1904年からミラノに住んだ。1908年にトリノでチャールズ・ディケンズ・ロバタのコオロギを原作とするオペラを上演したが、その楽譜の売れ行きが良かったことからミラノのリコルディ社は、 ジャコモ・プッチーニが放棄した台本、コンチータに作曲することをザンドナーイに持ちかけた。コンチータは1911年にミラノで初演され、その後世界各地で上演された。リコルギ社はザンドナーイをプッチーニの後継者とみなすようになった。次の作品、メレニスは失敗に終わったが、リコルギ社は次にガブリエーレ・ダンヌンツヨと協力させて、 フランチェスカ・ダリミニを作曲させた。この作品は、トリノの霊女劇場で1914年に初演され、同時期に上演されていた死のマスカーニのオペラ、パリジーナより高い人気を得た。第一次世界大戦が勃発すると、ザアンドナーイの国籍はオーストリアだったが、愛国家、祖国のために、を1915年に作曲するなど、イタリア側に立ち、国家反逆罪で財産を没収された。 1916年にコンチートのタイトルロールを歌ったタルクイニア・タルクイーニと結婚しペーザーロに家を構えた。その後1919 19年にペーザーロで喜劇オペラ窓から見た街並みを1922年にローマでジュリエッタとロメオを上演している。1925年にはエケブの騎士たちがアルトゥーロ・トスカニーニの式でミラノのスカラザで上演された。 1928年にはジュリアーノがナポリのサンカルロ劇場で上演された。1933年の恋の喜劇が最後のオペラ作品になった。その後は主に指揮者として活動し、また、気楽曲や映画音楽の作曲、ロッシー二作品の編曲などを行っている。第二次世界大戦でドイツ軍に自宅を押収されてからモンバロッチョの修道院に住み、 1944年に没した。遺体は1947年に記事のロベレートに移された。プッチーニがトゥーランドットの終幕を完成を見ないままに生涯、最後の日々を迎えた頃、出版社のリコルディは、一万一の場合の完成者に、最もふさわしい人物として、ザンドナーイを候補に挙げた。プッチーニ自身もその案に賛成し、トスカニーニもそれを英断として褒めたたいている。 しかしながら、プッチーニの息子、トニオがその案を却下した。結局、トゥーランドットを保湿したのは、フランコアルファーノであったが、トスカニーニが、アルファーノ実用版を手荒く扱ってから、それに習って、アルファーノの,の保湿部分をカットして演奏することが、今日広く普及している。ありがとうございます。